ンサムの舞台ですよね。そこに向けて、スタートした中で予想以上の結果が本人も出てくる中で少しこう戸惑いもあるんだろうなというのを感じますよね。そしてこうやって勝つことで、まあ、次への自分 もっといいプレーができないできるんじゃないかっていう期待が出てくるっていうのも本音だと思いますね。そうですね。本人にとってもそしておそらくファンの皆さんにとってもまさか復帰戦で決勝までという思いがあるかと思いますが、あまり期待を持たないでねというお話でしたが、ぜひ大いに期待をして明日の決勝戦楽しみにしたいと思います。ここまで男子テニス ATP チャレンジャープエルトリコ錦織圭準決勝の